大熊行堂は、早稲田大学早稲田キャンパスにある、チューダーゴシック様式の行動で、大熊重信像と、並び早稲田大学を象徴する、建造物である。東京都新宿区戸塚町に立地。正式名称は、早稲田大学、大熊記念行堂。学内では、早稲田大学21号館とも表記される。早稲田大学建築家の創設に携わった、佐藤恒一をはじめ、 建築学科の教員らを中心に設計された。2007年、重要文化財に指定。大熊行動のデザインに大きな影響を与えたとされる、ストックホルム市庁舎建設中の大熊行動1922年、早稲田大学の創立者である大熊重信が成居し、記念行動の建設が行われることになり、1923年4月に、古早朝 大熊公爵記念事業の計画が公表され、その資金によって寄付金200万円を集めることや、記念大行動の建設、設計案を公募することなどが決まった。設計コンペにより、当選案が選ばれたが、折から関東大震災が起こり、また先行して、図書館の建設も行われていたことなどで、資金も思うように集まらず計画はしばらく中断した。 1925年になって寄付金も集まり、再び計画が動き出した。恩資金5000円のほか、大学理事の松平よりじゅから5万円、渋沢栄一から1万5000円、中川小十郎等から1000円など多くの関係者から寄付金を受けた。改めて建築学科中心に設計を行うことに、なり高田さなえ総長から、ゴシック様式で演劇にも使える行動をという、 要望を受け建築学科の佐藤孝一、内藤太中、佐藤武雄らが設計に当たった。戸田組の施行により1926年2月に着工、1927年10月20日に竣工した。1999年、東京都計勘定令に基づき、東京都選定歴史的建造物に選定された。大学の創立125周年記念事業に向け、 2006年から2007年にかけて再生工事が行われた。外観と大行動の歴史的な遺書を保存しつつ、耐震補強や文化ホールとして多機能化を行っている。工事は2007年9月末に完了し、10月21日の創立記念日を迎えた。そして同年12月4日付で重要文化財に指定された。 大行堂は3階建てで1123席、地下1階は301席の小行堂。外壁のタイルは全部で、約19万枚で、しがらき風のすべて手作りの焼き物である。7階建ての時計塔がシンボルとなっており、大隈重信が提唱した、人生125歳説にちなみ、125尺の高さになっている。外観には、 ラグナル・エストベリのストックホルム視聴者の影響があると言われる。また、デンマークのクロンボー城や、オックスフォード市街中心部のカーファックスタワー、オックスフォード大学、モードリンコレッジのモードリンタワーに似ている、とも言われる。早稲田大学文学部創設者の坪内翔洋が、ウィリアム・シェイクスピア全役の偉業を達成したことからも、演劇博物館とともに、 同大学の影響が多分に大きいことがわかる。登場の鐘は、米国ボルティモアのマクレーン社から、パナマ運河を越えて運ばれてきたものである。大小4つの鐘でハーモニーさせる方法は日本では、初めてのもので、現在でもウェストミンスター宮殿のそれと同じ、ハーモニーを奏でている。時計塔の鐘が鳴る時間は、 8時9時12時16時20時21時と1日6回内部の天井には宇宙を表現した楕円形の最高窓がある太陽と月と9つの星をあしらった太陽系を表し行動の内と外との世界の融和を象徴しているとされる早稲田大学が主催する重要な行事講演会はここで行われることが多いまた大学が使用しない日は サークル主催の劇、講演会、イベントが開催される。早稲田大学の付属校、継続校の多くが、大熊行堂での入学式及び、卒業式を行っている。また、大学の入学、卒業式についても、記念街道の建て替え工事に伴い、2015年度の卒業式から2018年度の入学式まで、本行堂が利用された。1946年には、 関分け木ささん、勝一の引退相撲が開催された。早稲田大学のオープンキャンパスなどでは、行動や時計塔が、イギリスのオックスフォード市外中心部の、カーファックスタワーやオックスフォード大学マグダレンカレッジのマグダレンタワーにも外観が似ている、と学生たちにガイドしている。ありがとうございます。